どうも、ユニタイムズの時間です。どうも、今日は、こんばんは、ユニタイムズの時間です。時間です。はい。前回ね。前回、はい。ちょっとこの、バビロンに侵されている、ちょっとタイトルも忘れましたけども、大阪のミュージシャン。大阪のミュージシャンですね。はい。はい、ちょっとあげましたけどね。はい。まあ、大阪って、特に言ってなかったんですけどね。そうですね。タイトルだけ、うん、大阪っていう感じでね。うん、まあ、事実だと思います。うん、まあ、やはり本質を言うならばというか、まあ、東京、あるいは名古屋とか他にもね、いろんなミュージシャン、地域にいますけれども、やっぱり実感としてあるのはやっぱ大阪かな、っていうことを、だからもっと本当は強調した方が良かったかもしれないですけどね。そうですね。なんか、僕も全国のミュージシャンや、まあ日本だけじゃないミュージシャン知ってますけど、うん。なんだろうな。大阪は特に感じます。うん。まあ不思議な感じですね。でね、まあ前回話した中で、お兄ちゃんの方で最後の方にね、僕もちょっとこの言いたいことがあるんだけど、まあもう時間もっていう、ところあったと思うんですよ。ああ、はい。うん、やっぱりここまで行くならば、じゃあ、もう一押し行こうかっていうね、感じで思ってるんですけどね。それで、そうですね。今回ちょっと、その時間もう一回、撮ってみたらどうかなって思いますね。うん。まあ、結論じゃないな。まあ、わかりやすく言うと、やっぱ、こう、どうしてもね、こう、いくらバビロンの中にメジャーがおるっつってもね、やっぱり、インディーズの人たちは、こうメジャーを目指して有名になりたいと、うんうん、で、金持ちになりたいって思うと思うんですよ。そうですよね。で、これは僕もお金大好きやし、お金欲しいし、で、いくらそういうものがもうすぐ終わりやと分かっとってもやっぱ思うと思うんですよね。うん。ところがですよ、うん、本当に終わりなんだよっていうね、うんうん、本当にもういくら稼いだとしても、うん、もうその稼いだお金っていうもの自体が使えなくなるっていうね、うんうん、これがもう本当にその間近に迫ってきてると、うん、だからそんなにねこう体壊してまで働いて、これはミュージシャンだけに限らずね、はい、体壊してまで働いて、でも働くために生きる必要はもうないっていうね。うん。で、そういうことを言いたかったんですよ。はあ、はあ、なるほどね。どうしても、なんかこう、目指すものがね、はい、やっぱり成功イコールお金持ちっていう、まあ、今のね、世の中の風潮じゃないですか。それはありますよね。もう、間違ってますけどね。そこをね、もうちょっと、こう、言いたかったわけですよ。そんなん言うても、俺ら金欲しいねんってね。うんうんうん、もし、言われたら、何も言えないわけじゃないですか。うん、でも、もう終わるんだよっていうね。うんうん、もう終わるから、もういいじゃないって。うんうん、いうふうに、ちょっと言いたかったんですよね。ああ、なるほど。まあそれプラス、まあね、おっちゃんが何かコメントするならば、終わるからっていうのももちろんね、じゃあそんな無駄なことをしててもっていう、まあ答えにもなると思うんだけども、仮にね、終わらないにしても、終わらないとしたとしてもっていう感じかな。それを変えていこうっていうね、意識っていうのを、持つ必要性があるなぁって思うんですよ。うんうんうん、まあなぜかっていうと、やはりその価値観の問題にもなってくるけれども、まあ今のこのシステムっていうのが、正しくないっていうこと、人間本来のあり方ではないっていうこと、これをね、いずれ知る時が来るわけですけども、うんうん、それを早くね、気づいてほしいなと思うんですね。うんまあ今兄ちゃん言ってたようにね、こう働いて、結局体壊してしもったら、そしたらどないすんのっていうことにもなるわけですよ。もし気づかないにしてもね。うん、うん。だからそういう間違ったところに変な
労力をね、注いで、苦労して、うんうん、そして結局得たものって言ったら何なんなのって感じになるわけですよ。うんうん、ねえ、そうじゃないですかね。そうですね。その、変えていこうっていう風な意識になるまでっていうのは、ちょっと、時間がかかりそうな気もするんですけど、というのもね、やっぱりその、見えないじゃないですか。うんうん、未来はもちろん。いや、ほんとそうですよ、うん。で、見えないから、せめてなんかこういろんな情報を集めるんだけど、やっぱり不安なわけですよね。うんうん、じゃあ、そういう運動をしてバビロンの組織から抜け出そうとして、もし変わらへんかったら、あんたらどうしてくれんの、うん、っていうね、うんうん。この不安がずっと付きまとうと思うんですよ。はいはい。で、これは、今までのいろんなメディアとかいろんなニュースがね、情報操作を行ってきたように、うん、まあ、同じように、正しいことが正しくないって言われてね、うんうんうん、正しくないことが正しいと言われて、うんうん、結局だから、あることがないって言われるわけですよ。まあ、そうですね。だから、そんなことは起こらないっていうね、うんうん、今のような状態がずっと続いていくんだよっていう方が、むしろみんなが信じやすい世の中の風潮なわけですよ。うん、でね、それに、さらに、なんていうのかな、今のことに、まあ、アドバイスじゃないですけれども、もし言うとしたらね、まず、というか問いかけとしてね、じゃあ、そうやって生きておられる皆さんっていうことですけれども、果たしてそういう生き方に満足、本当にされてるんですかっていうことをまずね。まあ、あるいは今の世の中のあり方。ね、こう、変わる変わらないじゃなくて、今の世の中のあり方って、素晴らしいと思いますか美しいと思いますかなんか生きがいっていうものが、全体としてね。個人的にはほら、いろいろ、満足してる人もいると思うんですけれどもね。うん、こう社会全体として見たときに、どうですかっていう問いかけを、したいなと思うんですよ。うん、そうですね。本当に、素晴らしい世の中だとかね、この、まあ、世界各国のあり方にしてもそうやけれどもね、本当にこれでいいと思ってはる人やったら、もういいと思うんですよ。特にこのユニタイムズ。もう明日から、聞く必要もないやろうし、うん、今まで通り、一生懸命、ね、まあお金集めに、ね、お金コレクションですよね。まあ、はい、そうですね。はい。価値はないものですからね。そうですよね。で、それで本当に満足が得れると信じるんでしたら、どうぞそのまま突き進んでください。っていうことでも、本当いいと思うんですね。そのね、ほんま、そうですよ。やっぱり、個人レベルで満足してる人はいると思うんです。うん、で、やっぱりその個人レベルで満足してる人たちの中にも 2パターンあってね。うんうん、その、目線がすごい広い人っていうのと、うんうんあとは自分の身の回りっていうか自分の周り、目の届く範囲でしか見えてない人っていうのがいると思うんですよ。うん、で後者の人っていうのはね、うん、おそらくその世界の動きとか、うん、そういうのを考えるよりも自分の周りとか自分が満足だから、うん、きっとみんな満足してるだろうっていう人が、まあ今の段階であれば結構いると思うんですけどね。危険だとは思うんですけど。うん、はいはい。でね、やはりそれって問題意識っていうこととも繋がると思うんだけど、うんうん、今の世の中というよりそのバビロンのね、支配の戦略っていうのが、まあ、以前にもほら、お兄ちゃんと話したことあると思うけど、飴と鞭っていう話ね。
ああ、はい、うん。だからね、そこそこに苦労させて、そこそこに楽をさせて、しかし、賢くはならないように、それのための時間を与えない。っていうね、うん、あの、システムに本当になってるんですよね。そうですね。うん。だから、よっぽどでないと問題意識を持てる人っていうのがね、その増える確率がやはり低いですよね。うん。特にその組織の中に入ってしまってる人たちっていうのは。もう終わりですね。考える時間がまずないですからね。もう本当にそうやと思いますよ。生きるために働くんじゃなくて、うん、働くために生きてますから。うん。だからそういう意味からね、そういう観点で見た場合にもね、本当になんかこう、もっと意識高く持てようとかね、このままじゃダメだから、こう変えていこうとしようよっていうのもね、酷ですよね。そうなんですよ。うん。だからと言って、でね、うん、でもとか絶対言われるわけじゃないですか、うん、もうそれはもう重々理解できるくらいの生活にさせられてるわけですよ。そうですよ。もう何もかもにも縛られてると、うん、だからなんていうのかな、言いたいのがそういう人らは仕方がないんだけども、うん、意外とねそういう社会の中にあっても余裕のあるその層っていうのがいてるんですよ。ああ、まあそれがまず、まあ、はい、100% とは言えないけれども、学生なんかそうですね。うん、うん、そうですね。まあ親がいて、その生活費は、特別に自分で稼ぐ必要もなかったりとか、うん、うん、もちろん、だから 100% じゃないですよ、それがね、その話がね。うん、で、学生でしょ。だから、次にだからあげたいのが、ミュージシャンなわけですよ。ミュージシャンっていうだけでもちょっとあれ、語弊あるんですけどね。まあ、芸術に携わってる人ですかね。うん、うん。まあ、両者に、まあ、その学生とかね、そのまま音楽携わってるっていうか芸術に共通するのはやはりね、それなりの時間が、余裕が必ずあるはずなんですよ。そうですね。うん。だからこそ、まあ、サラリーマンとか、まあね、そういった、もう家庭を持った、旦那さんであるとかね、ご婦人であるとか、そういった人たちに、まあこの話をこう、なんていうのか、こう、突きつけるっていうのは、本当ここかもしれないですけれども、うんうん、本当に動ける人たち。あ、あとおちゃん大事な、はいはい、存在忘れてますよ。お、何ですかね。社会問題にもなってる、そうです。ニートです。ニートっていうのは社会問題になってますけど、でも実は、すごく可能性に秘めた人たちですもんね。はい、ああ、それはね、兄ちゃんと以前に確か話したことあると思うんですよ。はい。うん、だからこれからはね、そういった、人たちも世の中にどんどん貢献できるね。うん、ね。そういう時でもあるということですよね。そうですね。うん。まあ、フリーターであるとかね。うん。うん、それは本当にね、うん、思います。なんかこう、うん、守るものって言えたらちょっと語弊があるのかもわかんないけど、うん、はいはい、そういうその、なんだろうな、まあ、縛られるものっていうんですかね、その、はい、何か足かせになってるもの、その家族とか子供とかっていうのが足かせとは考えたくないと思うと思うんですけど、うんうん、でも、その考える時間とか余裕っていうものに対しては、やっぱりその足かせという言葉でしか表現ができないとか、自分の時間を、まあそうですね。そこに与えてるわけですから、そうですね。それは、なんか言葉的に嫌なイメージがあるかもわかんないんだけど、まあでも、嫌なイメージで言ってるわけではなくて、まあ、その、事実をそのまま言ってるだけの話でね。うんうん、うん、でね、まあ、今言ってること、ほんまにその通りだと思うんですよ。だから、まあ、動けない、時間がない。これはもうね、もう重々承知というかね。うん、それでね、なぜね、今ね、その学生もいる中で、今、学生とかニートとかフリーターとかミュージシャン、まあ、芸術家ってあげましたけれどね。で、僕がそのね、中で、さらにこのなんか、ミュージシャンをつつくのはね、理由があるんですよ、うん。うん。っていうのは、彼らはだからね、
なんて言うんですかね。前回ちらっと言ったと思いますね。詐欺。うん、うん。だから、愛を歌い、平和を歌い、ね。自由を歌ってるわけでしょ。うん、で、歌だけの世界だったらね、それこそね、僕は詐欺やと思うんですね。うん、うん。だからそういう意味で、このターゲットを絞ってね、このなんかミュージシャンって、ミュージシャンいじめかと思われそうなんですけれどね、うんうんうん、言ってるわけですよね。うん、こう言葉通りの形で、動ける範囲でいいので、せめて、っていう感じで、やっぱり今の世の中に対してね、本当にいいと思ってないから、やっぱりそれなりのことを歌ってるんやと思うし、まあもちろん全く明後日の方向の見て歌ってる人もいますけれどもね。まあ、有言実行ってことですかね。うん。まあ有言実行っていうかね。うん。まあそんなに言うんやったら、ちゃんと、それなりの行動をしろみたいな。それは、決してボランティアに参加しろとか、そういうことじゃないと思うんですよ。うんうん。いや、ほんとそうですよね。うん。でね、これはね、どっかでは僕言ってるんですけれどね、今、九州で、まあ、そして九州だけじゃなくて、全国的にも結構、有名人になっている、青年が、知りませんかね。ああ、言うてましたね、なんか。坂口恭平さんっていう人ね。はい。うん、やっぱりね、人の、もし言葉を借りて言うならば、みたいな感じだけれども、はい。政府云々じゃなくてね、あるいは世の中が変わるとか、変わらないとかじゃなくてね、うんうん、本当にこの、今の世の中おかしいとか、間違ってるとか、それなりに思うんだったら、もう自分たちで作ってしまえばいいじゃないかっていうね。うんうん、だから、それはね、僕ももう全く同感ですね。うんうん、だから、今年、何らかの形でうまくいかなかった。世の中大きく変えることができなかったと、変わらなかったとした場合、いいじゃないの。じゃあ、僕らは僕らで作っちゃえばいいじゃないの。っていうことですよ。ああ、脱バビロンシステムですね。はい。だから、そのためのワクワク地球村建設委員会っていうのを発足したっていうことになるわけです。うん、まあ、その話をやってると、また時間が。そうですね。はい。うん、長くなって。これはもう。それはまた次に。次回。はい。はい。置いときますんでね。まあ、とりあえず、今回はね、そういう感じで、もう、まあ、そろそろ動きましょうと。はいはい。まあ、変わる。変わらない。まあ、でも、やっぱ動かすには動かすとか、動いてもらうみんなで一緒に行こうと思ったら、もう変わるからっていう動機づけが早いとは思うんですが。そうですね。まあ、それもそうやしね。ただ、先ほどのね、彼、坂口さんだかな、はい。彼的な僕発想もすごく好きでね。うん、彼はね、決してもうこれから変わるからとか、っていうことを、定説してないというか、うんうんうん、変えようよ。だって、政府当てにしてもダメやし、ってね、うん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 。で、いい世の中ちゃうし、自分らで作ろうよ、っていうね。うん。まあ、本当にもうその原点でも僕はね、全然いいかなって、ね、なんかすいませんけどね、そういうふうに思っちゃってるんですけどね。いや、まあ、全然、いいと思います。なんか今回最後にちょっとこう、今回、ね、31回目になるのかな、あるいは、もうね、回数ちょっとわかんないですけどね、31回目かも、はい。なんか今回のテーマって、なんかないですかね。前回は、バビロンに侵された、大阪のミュージシャンだったと思うんですけど、なんかこう決めてもらえればね、今回それでズバッとちょっとこう、あげたいなと思うんですけど、大変な宿題が。テーマ、なんだろうな。まあ、でも、やっぱり、僕、の、その動機づけっていうか、なんかこう、人心をね、うん、わーって引っ張っていくのは、坂口さんの話とか意見っていうのはものすごく、大事な考え方だと思うんですよね。うん、変わる変わらん別にしてみんなで変えていこうよって。はい、うん、
ったら大多数は僕怖がると思うんですよ。うんうん。そんなこと言ったって何も見えないところ、未来というのはね、見えないですから。うんうん。不安とかの恐怖の方が、おそらくほとんどの人が強いと思うんですよ。特に今のご時世なんてね。うん。だからこそ、もう終わるから。だからこそ、変えていこうと。だから、そうですね、つけるとしたら、なんだろうなぁ。さよならバビロン。まあ違いますね。まあそんな感じですかね。なんかこう、バビロン崩壊へのカウントダウンとか。うん。なんか、まあ。それで行きましょうか。脱バビロンシステムを作ろう、みたいな。脱はとか反はもうなんかね、マンネリ化してきてないですかね。大丈夫ですかね。そうか。それよりも今のカウントダウンの方がなんか面白そうな気がする。そうですか。じゃあ、バビロンシステム、崩壊までのカウントダウン。カウントダウン。カウントダウンが始まった。まあ、カウントダウンでいいです。はい。バビロン世界の、あ、じゃなくて、バビロン崩壊のカウントダウン。そうですね。ね。あ、じゃあこれでいきます。了解です。はい。そんなね、こう、急に振られても、はい、僕アドリブすごい苦手なんで、うん、時間欲しかったですけど。いや、まあでもそんな感じでいいです。いや、面白いですよ、これ。うん。はい。じゃあ、そういうことで。はい。ありがとうございます。こちらこそ。ではでは。はい。じゃあ、皆さんからのまたお電話もお待ちしております。はい。じゃあ、次回の放送をまたお楽しみに。さよなら。はい、さよなら。